うーんまあね、ペットボトル野郎だと思うんですけどね、辞、えー、めますって言ってから入ってるんですね,、えー、ね。やめますって言ってからこっそり入ってるんですね。あのー、もしこれがペットボトル野郎じゃなかったら犯人の可能性が出てくるわけ。もしくは、えー、我々にまだ登場してない誰かがかなりのことを知っているという可能性になるわけね。ね ただ、その場所には、えー、お供え物ですとか、花とかはないわけ。で、そして、ね、ペットボトル野郎じゃないと、ああいうマークつけないんですよ。ああいう無神経なマークつけないんです。バッテンなんか書いちゃって。石にバッテンなんか書いちゃってね。まあ、明日の場所であるとするならば、あのー、台風の、 後なんでしょうね台風の前にあの場所にいたとするならば相当の水量ですからもうもはやそこはもうもはや関係ない場所になりますから台風の後ということになりますまあそれが2020年なのか21年なのか22年なのかわかりませんけれどもその後ということになります完全に鶴っ子ですよね、えー、まあつのですよね 釣るとしてまだ今機能してるけどそのうち子供が大人になりまあねでっかい大人になっちゃえばそれはそれでいいんですけどあの感じからすると釣るっ子の次に子供のうちに死亡してしまう釣るね要はもうすでに崖になりつつあってもう崖になるっていう感じだと思いますけどまあ崩落してるんでしょうかねっていう弥勒さんの言葉ありましたけどえー そここにバッテンをいいいているということうですねしかも驚くべきことにおそらくですけどそれは7月中旬以降でしょう7月中旬以降ですよだからもしかすると鉢合わせしてる可能性もありますしねえー、なんか変装してでも行ったんでしょうかねえー、o u t u b e r を装って変装してでも行ってりゃそれは分かりませんよペットボトルやろうがペットボトルやろうだっていうことが分からないわけですよね えー、世間様にはそう言ってフェードアウトしてるんだけど、えー、フェードアウトして、えー、メディアももう来なくなったとあ、じっくりやろうとしてるんですかね、えー。ね、終わったと言いながらやってるんでしょうかね。何名かで、えー。いい加減にしなさいよって感じです。いい加減にしなさいよっていう感じです。はい、以上です。